皆さんこんにちは、たこめです。のんてんです。今回も北の内志達さんに来ていただきました。はいどうも、北の内志達のふうです。はるくんです。よろしくお願いします。はい、今回は Never Have I Ever というゲームをやっていきたいと思います。なんだそれは、早めや。なんだそれは。はい、こちらのゲームは、はい、自分はしたことがないけど、みんながしてそうなことを言って、みんながもししていたらポイントになるというゲームになっております。なるほど、なるほど、了解です。はい、ではじゃんけんして勝った人から時計割りでいきましょう。はい、はい、最初はグー、じゃんけんぽい、じゃんけんぽい、あらららら、ぽい。おお、では、あ、こういう割りですね。あ、なるほど、なるほど、そうです。わかりました、わかりました。最初はちょっと優しめにちょっといきます。はい、はい、じゃあ、僕は自分家のベランダで全裸になったことがありません。では、札をあげましょう。はい、せーの、ブン。いや、ねえだろ。え、ないの。いや、全然だろ。絶対あるやんと思ってたよ、俺は。いやいや、うん、それ自分はないんですよ。自分はないでしょ。はい、だからね、当たり前やん。当たり前だろ。危険やん、そんなの。だからねえんだって。はい、では次は私から、はい、いきます。私は食べ物以外のものを食べたことがない。あー、せーの、おー、これだった。それはやっぱり、え、たったった、え、いや、いろんなの食べてますよ。これはありますね。全然お金ないんだけど、もうティッシュ醤油かけて食ってみたんですけど、まずすぎて。絶対嘘やん。いや、ほんとに絶対嘘やん。ほんとに俺ティッシュはマジ食ってございます。ティッシュ、皆さん、え、それ結構外出ます。はい、そうだね、出ます。じゃあ行きましょうか。私は鳥に糞をかけられたことがない。あー、なるほどね。せーの、ほい。え、あるの。おー、そんなにあるでしょ。俺2回ある。俺2回あります。僕は普通になんか友達の試合を見てたんですよ。はい、見てる時にこっから出てきて、ここに出てきて、やばっ、ここっすよ、ここ。いきますよ。はい、はい、僕は痴漢をしたことがない。おー、ないんですよね、僕、残念ながら。なるほど、なるほど。よくありそうって言われるんですけど、ないんですよね。なるほど。せーの、あれ、バツ。あるわけねえだろ。ゼロばっかや。ゼロポイント。出しないやついくわ。はい、僕は海外旅行をしたことがありません。あー、あー、なるほど。マジか。せーの、うわー、おー、中森さんは。僕、恋症するまで千葉から出たことない。まあ、だんだん最近は関東でだんだん侵略しつつありますけど、いつかは行きたいですね。来年は行きたいですね。では行きます。はい、この YouTube のチーム内のお互いの裸を見たことがない。え？え、俺あったらやばいでしょ。やば。うーんとか言っちゃったけど。裸でどこまで？裸ってこれ基準わかんないです。裸です、もうパッパラパーの。何を言ってんだ。裸ネタ多いっすね、今日。せーの、おお、おお、え、一時期なんか半同居みたいな落ちて、その時風呂、ああ、そっかそっかそっか。一緒に入るんですか。一緒には入ってないですけど、狭すぎるんで。一緒に入って、入れなかったんですね。ちょっと入ってもよかった感じやるよ。はい、じゃあ次僕、はい、パパでいきます。整形手術をしたことがない。おー、はい、結構攻めましたね、今。せーの、ブン。おー、さすがにね。さすがにですよ。最後ってあれですか、なんか10倍ぐらいなんですか。10倍ですね。1億点ですね。1億点、あ、最後まず1億点ですか。じゃあ、はるくんさんお願いします。相方に嘘をついたことがありません。おー、なるほど。じゃあ行きます。はいはい、はい、せーの、はい。じゃあ今回の勝者はのてんでございます。フェルトさん2点、ハルクさん0点で僕2点。ハルクさん何が起きたんですか。いや、最後のなんかあると思ったんですけど。下手やん。惜しい。はい、今日もバンナム TV 見てくれてありがとうございます。よかったらチャンネル登録、高評価、そして Twitter フォローもよろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。またねー。